はいどうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。残り3分で遊戯王コラボが始まります。では私なりにですが見ていきましょう。あと2分。まあ城の地器用貧乏な感じがするけども、まあこの友情コンボは捨てがたいよね。 SS も貫通タイプになるんでとても使い勝手はいいと思います。まあ、日村剣士の進化みたいに結構便利に使えるんじゃないかなって気がします。そしてレッドアイズは進化前が好きです。これぞレッドアイズ。まあ、ブラックメタルだからね、進化しちゃうと。はい、海馬さん。好きだね。ダメオのカウンターキラーのアンチ魔法陣、あわよくば、まあ、超ダメージオーラ欲しかったなってとこなんですけども、友情コンボにねカウンターキラーが乗るんで8方向レーザー言える、レーザーバレが出ないとこだったら結構いい仕事するかなと思います。そしてやっぱりこれもこっちが好き、ブルーアイズ。まあもろに世代なんでね、遊戯王はもろに世代です。で、こっちね、はい、ブラックマジシャン。マイスイエムのダメ王のドレインの短縮持ち、 SS は狙った方向にブラックマジック。ターン30だからね、結構な効果力を期待しております。ちょっと HP とスピードが低いかなって気がするけど、砲撃型なんでしょうがない。でこっちね、サイレントマジシャン。亡霊はね完全に大当たりキャラって感じですけどね。でもこれで闇属性ってなんかな、白だし。マイスイエム超アンチ重力バリア。まあこのアビリティを持ったキャラ自体が少ないんで、この子は結構来るんじゃないかな。徳川家康が重心化するまではこの子の一強になる気がします、このアビリティに関しては。そしてインボルトスフィア。台湾だとねもうすでに持ってるキャラいるんですけどね。あとは個人的にはやっぱブラックマジシャンガールだよね。これ強いですよね。スアビカウンターキラー乗って持ってますからね。で、エナジーハート。これに砲撃型なんでカウンターキラー乗ったらもう普通にガチャゲンですよ。ガチャゲンっていうか、星6。来ました。12時です。こうすればよかったんだ。社長のためにオーブ350個貯めました。細かいところはね、追憶の書庫で調整しました。引いていきましょう。星玉がね、絡みます、一発目から。さあ日本の誰よりも最初に引くぞ。全速前進、確定なし。いやー70連でいけるか。できればコンプしたいよ本当に。まあ2体は止まりますよね。うん、クジャクマイだね。ハーピーレディ、ハーピーデッキとかも私作ってましたよ。でアンズでしょ。お社長、社長来たー。多分日本で最初じゃないかなこれ、この時間だったら。社長来ましたね。すごいぞ、かっこいいぞ。でアンズ。まあまあまあいいよ、これはこの辺は全然いい。もう一発目で買い場来た時点で全然ありですね。ブラックマイシャンガール死ぬほど可愛いっすよね、大好きですね。オッケーオッケー。いやーブルーアイズだ、本当にかっこいい。もうね、私の世代は絶対これ見ただけでドキドキ止まんないですからね。いやー嬉しいぞ。そして星玉、全速前進でいこう。確定なしか。いやー海馬来たね、海馬。いやー気持ちがねすごい盛り上がってる。よーっと関係ないね、ノイシュバンシュタインか。もうシュリンガラ終わったからな。さあ残り60連頼むよ。もうね、ハジャとかもね、結構登りきっちゃったんで、このガチャで当てたいな、全部。最後。やめて、欲しいな、やめてほしいな、爆死は。はい、来た、爆死。台湾版がね、この間、だいぶ爆死したんで、日本版はそれは怖いんですよね。一発目、海馬来てっけど、残り50連。頼む、俺のターンだ、頼む、俺のターンを来てくれ。ドロー、お前じゃない、お前じゃない、うわー違う。いやー爆死、20連爆死ですね。これちょっと嫌な気配するよ。今度こそ俺のターン、ドロー、頼む頼むよ。
遊戯王はね、この世代は好きなんだ、本当に。さっきからね、爆心20連してっからね。来た！おー、城の内ファイヤー。城の内ファイヤー来た、レッドアイズ。あと30連で遊戯か。いや、かっこいい。攻撃力は2400しかないんですけどね、レッドアイズって。こんなかっこいいのに。それが当時、私は不快でならなかったですね。なんでブルーアイズと600も違うのっていう。2体剣に捧げるのに。あとはブラックマジシャン。ブラックマジシャン。頼むよ、主人公。武藤遊戯。あ、チャイコフスキーが出てる。ちょっと嬉しい。やーべえ、遊戯王コラボ以外来てねえぞ。残り20連。かつ星玉絡みかな、これが。いくぜ！ストライクショット！来たね。3分の1だ。さあ、3分の1だ、来い。いやー、城の内かぶった。遊戯。城の内かぶったか。よっ。頼むぞ。2回転。2回連続確定。3分の1。さっき城の内だから今度は貝バカ遊戯、遊戯。下コンプ。うわー、久しぶりにコンプしたー、コラボ。嬉しすぎてやべえ。いや、かわいい。いやー、もうね、引く必要ないんですが、ここまで来たら、ハム太郎のライフはゼロよって言いたいんで。ラスト。よっ、遊戯。遊戯は進化神があるからね。さあ来い。さあ来い。正直でもね、今60連でコンプした時点で勝ち組だと思うんですよね。お、遊戯。遊戯？完全コンプ。ごちそうさまでした。来た、これ。すいません、今回は私のガチャ勝ちです。オーブジャストゼロ。まあまあまあ、キリがいいよね。いやー、大変だったけどね、これは嬉しいぞ。まさかのコンプでしたからね。だいたいこのパターンっていつも、セーラームーンではヴィーナスが出ないしとか、ね、あったんだけど。城の内、城の内、ん？城の内ばっかり。あー、そっかそっか。失礼しました。取得順に変更して、ノイシバンシュタインはちょっと地味に嬉しいけど、まあ重心が待ちだしね、だいぶ先だろうけど。いいねー。いや、70個使った回があったな、本当に。あと、クジャクマイと多分、アンズは確実に、ラック90いったな。こんだけ引けば。遊戯、遊戯、城の内、城の内、海馬。これは嬉しい。ガンガン動画撮っていこうと思います。まあいいや。とにかく、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。じゃ、バイバイ！ありがとう！